ジークフリート・パルムは、ドイツのチェリスト。パルムと交流があった、作曲家カール・ハインツ・シュトックハウゼン1927年4月25日、バルメンに生まれる。当地のオーケストラで、首席チェロ奏者を務めた父親から、6歳の頃より、手ほどきを受けた。そして14歳の時、ソリストとしてデビューした。18歳で、 リューベック私立管弦楽団の主席チェロ奏者に就任し、その2年後の1947年からは来た、ドイツ放送交響楽団の主席チェロ奏者を務め、1962年までの15年間在籍した。その間、1951年から1962年にかけて、ベルンハルト・ハマンが主催する、ハマン弦楽始終奏団のメンバーとして、 現代音楽を演奏した。また、1950年から1953年には、ザルツブルクトルツェルンで、エンリコマイナルディのマスタークラスを受講している。1962年には、ケルン放送公共楽団のチェロ奏者及び、ケルン音楽院の教授に就任し、1972年には、学長に任命されて1978年まで、務めた。なお、 ケルンでは作曲家のカール・ハイムツ・シュトックハウゼンと交流を深めた。ケルン以外でも教鞭をとっており、ストックホルム王立音楽院の客員教授や、ダルムシュタット現代音楽祭の講師を務めた。さらには、オランダやアメリカでも指導を行っている。なお、ケルン放送交響楽団は1968年に退団した。1975年には、 ベルリンドイツオペラの総監督として招聘された。1976年からはオペラ演出も手掛け、ベルリンドイツオペラでヒンデミットのカルディアックやオフフェンバック作品などのプロダクションを手掛け、1980年頃まで演出家としての活動に力を入れていた。なお、1977年から当地のベルリン芸術大学の教授を務めた。 1981年頃から、チェロの演奏活動を再び活発化させ、1982年から1988年まで、国際現代音楽協会の理事を務めた。フレッフンにて没。ダルムシュタット現代音楽祭の講師を務めるなど、パルムは、現代音楽を積極的に演奏しており、パルムが支持したエンリコマイナルギは、 最も難しい現代作曲家のチェロの作品を弾くためのテクニックを私から学んだと言っているが、これは彼自身が新しい可能性を開拓していったもので、そこに彼が到達したことは教端に値すると述べている。また、1965年からはアロイス・コンタルスキーラと組んで音楽活動を展開するなど積極的に活動するようになった。 チューリッヒトオンハレ還元楽団で、ジェロ奏者を務めたユリウス・ベッキは、パルムの競争曲のレパートリー42曲のうち29曲が、現代曲であったと指摘しており、ジーク・フリート・パルムは、新しい、前衛的な作品に取り組む、勇気、実験的作品に対する喜び、息を飲むばかりのテクニックを持って、常に新しい音の世界へ突き進んでいると評している。その結果、 ボリス・ブラッハー、マウリシオ・カーゲル、ジェルジュリゲティ、ミルコ・ケレメン、ヤニス・クセナキス、イニーソー、ベルント・アロイス・チン・マーマン、クシストフ・ペンデレツキなど、幾人もの作曲家が、パルムに曲を捧げた。ただし、上述のベッキは、パルムの言葉として、古典とロマン派のチェロの作品の演奏こそ、本来の使命であり、新しいチェロ作品の演奏は道楽である、チェロの演奏を、 新しい作品によって習得し得るなどと考える人々はおよそ原点に立ち返り学ばなくてはならないそうでない全てのやり方は混乱を招くだけだロンベルクなしにはペンデレツキは存在しないと記している数多くのレコード録音により1969年にドイツレコード賞を1972年に国際レコード大賞を受賞した ありがとうございます。